ルートスベドベリはスウェーデンの陸上競技選手である。彼女は1928年に開催されたアムステルダムオリンピックの円盤投げで銅メダルを獲得した。スベドベリは1928年のアムステルダムオリンピックにスウェーデン陸上競技女子代表チームの一員として円盤投げの他に100メートル競争と400メートルリレー層の合計3種目に出場した。 この大会の女子円盤投げは7月31日に12の国から21選手が参加して実施された。スベドベリは予選で34メートル68センチを記録して全選手中で5番目の成績を収め予選上位6人が進出できる決勝へ挑むことになった。決勝では35メートル92センチと予選よりも記録を伸ばしポーランド代表のハリナコのパッカ アメリカ代表のリリアン・コープランドに続いて3位に入り、同メダル獲得を果たした。なお、他の2種目についてはいずれも決勝へ進めず、メダル獲得はならなかった。その後、長命を保ち、2002年に、両手てりで死去している。アスレチックス・アット・ザ・1928・アムステルダム、サマー・ゲームズ・ウィメンズ・ディスカス・スロー。ありがとうございます。